見える会カ,カメルマガ。こんにちは。一般社団法人会館 GP の村松大輔です。今日はですね、この婚活とか就職活動とかの活動のご縁ですね。えー、どういったところですっすっすっすこう,うまくいくご縁かなというところ、そのご縁、どんなふうになり立ってんのかなというところのお話に入っていきます。では、画面の共有に入っていきます。婚活のご縁も、なんと、素粒子ですよというところです。この就職活動、 でご縁をいただけるとか結婚でご縁があるっていうあと人脈でねいろんなご縁があるとご縁がどんどんつながっていくこのご縁って何かなまあ開花をですねこの量子力学をこうずっと考えられてる学ばれてる方はあ意味わかるというところかと思うんですがご縁って何かなっていうと素粒子ですよでフォトンだと,ど,とどういうことというとですねこの私たちの体とか建物とか このスマホとかね、それらが全部原子でできてます。で、原子の中に原子核、陽子中性子があって、その中性子、陽子中性子の中に素粒子があります。で、この電子自体も素粒子です。で、この電子の中を私たちのフォトン、バイオフォトン飛び交ってます。そこに嬉しいとか、どうせ私なんてとか、いろんな周波数の、えー、フォトンが飛び交ってます。こういう風に波を出してます。で、この波、 がですねこの何ヘルツ何ヘルツでこう呼び合う共振し合うということをやってます。で、その背景全部が、この背景全部がゼロポイントフィールドっていう形です。なので、私たちの体の中をいろんなフォトンが飛び交ってます。その波の周波数で呼び合ってる。それが5円っていう感じですね。皆さんが飛ばしてるフォトンが周波数を持っていて、それで呼び合ってると。で、例えば、 この人がいましたと、左側の人が、ちょっとごめんなさいねん、あのー、持っているフォトンの3000粒が自己否定で、2000粒がイライラで、2000粒がもうで、3000粒がもう批判、この1万粒で成り立ってますと、本当は10の何十乗粒なんですけども、えー、分かりやすいようにですね、こういうふうになってると。で、もう片方の人は、2000粒が素敵フォトン、3000粒が喜びフォトン、5000粒が感謝みたいな。 そういうふうになってると。で、この飛ばしてるフォトンの合成の周波数で,ですね、呼び合ってる。これがご縁ですよと。そうすると、左側の人、自己否定で呼び出してると、自己否定のご縁で呼び合うとで。イライラを飛ばしてると、イライラのフォトンで呼び合ってると。なので 誰が見ていいようが見ていまいが、この日常的にこう喜びを広げてますか、素敵さを広げてますかっていうことでご縁が広がってくるので、就職活動で、えー、やりがちなんですが、やってしまいがちなのが、よく評価されようと思ってそういうフォトン飛ばすと。そうすると、評価されるとか評価するっていう周波数で引き寄せを起こしますと。で、じゃあどうしようと。 言ったら、この就職活動で評価されるかというと、人事の人から見て、うわ、この子すごい輝いてるな、みたいな。そういう子が会社としては欲しいんですね。で、つまり、自ら輝くほとんを自分でこう飛ばしてますと。そうすると、輝く人たちとか、自分を生きる人たちと呼び合います。なので、就職活動の中の、ねえー、方も、この評価されよう、評価されようとすると非常にこう苦しいし、この会社側から、 評価されちゃうっていう形で、はい、関係を結んでしまうんですが最初から自分が思いっきりこう自分自身を生きるということをやってると会社側もあこの子は相当柱があるなというふうに感じられます。これ婚活もそうですね婚活も評価される評価するっていうふうにいくとこの年齢で評価したりし、ね、年齢で評価されたりこの年収で評価されたり、えー、いうところがありますけれど輝いていればそこの輝きで呼び合うので 一生一緒にいててすごく楽なんですね。なのでまとめると就職活動も婚活も素敵な出会いのご縁って何かというと私自身が私の内なる輝きを広げるとそのフォトンを広げるというふうにやっていただくとすごくこう楽だと思います。 なので、えー、よく、ね、評価されるっていう形で入っていくんですけども、えー、婚活もですね就職もですねそうすると相手がそういういうにこの評価するっていうふうにいくとその関係を結んで人生を歩んでいくとかか、まあ、会社生活も結婚生活も結構長くなると思います。その長い人生の中で,で自分が評価される、評価するっていうところでいるのかそれぞれが本当にこう自分自身を生きると。 いいうところででるのかで全然変わってくるので、首、え、相、ー、活動もですねこのよく思われようというのではなくて、自分はこういう人物だというところを見てもらう。 この自分がこれが大好きで、ここがものすごくこうハマってますと。で、ここはものすごい得意ですみたいなところですね。そこを見てもらうっていう、その、ええそうすると、えー、内側からエネルギーがどん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 溢れ出ますので、えー、そういうふうに考えていただければと思います。えー、自分自身が自ら輝くというところを意識していただければと思います。関連動画は、ここのところにつけさせていただきます。よかったら、チャンネル登録はこちらとなっております。では 今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。